ハルスラム。Are you listening? はい、どうも、ハルです。今回紹介するのは、じゃん、僕のヒーローアカデミア、トレーディングカードゲームです。これ最近人気のアニメですよね。ハルト見たことあったっけ？ある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 。お父さんはね、ギャオで見た。1話と2話見て、この間地上波で見て、結構面白いんだよね。松尾荘と同じ感じだね。何松尾荘って？おそ松。ああ、松尾荘っておそ松さんのことか。なるほど。お父さんね、ちょっとね、ワンパンマンっぽいかなって。そういうこと言わないよ。ちょっとワンパンマンに似てるかな、設定が似すぎかなと。確かに若干、雰囲気あるよね。あるよね。少年が。このヒーローっていう、ヒーローものっていうのは、ちょっとね。そうなっちゃう。かなり斬新な設定だから、これはちょっとパクリでしょう。あ、言い切ってしまいました。パクで止めようよ。でもね、アニメ放送直後からトレーディングカードが出るということで、かなり肝入りの番組だと思いますよ。押してんです、ね、うん、力入ってますね。はい、では早速1パック目から上げていきます。で、このカードのパックは2枚もキラカードが入ってますね。1パックにで、ノーマルが25種類、レアが18種類、スーパーレアが12種類、ウルトラレアが5種類。おー、ウルトラレア出るといいですね。はい、1パック目ヒーローアカデミアね。ヒーローの仲間の場所なんて聞いたことないからね。あれみたいだ、なんか稲妻のあれみたいだ、なんか。あ、絵はね、そう、確かに稲妻に似てる感じがする。セロハンターなんかもう、サッカー選手の名前とか、ちょっと雑魚キャラっぽいですね。これしかもなんか裏側がほんと稲妻っぽい。ほんとだ。わ、かっこいい。かっこいい。なにこれ。火の不始末は。どうした。足ドミナ。足ドミナ。青山優雅。こっからレアだね。アスイツユ。なんだこれ。気持ち悪い。カエルだな、これな、能力が。そう、だってもう頭も最初の文字にね、ね、下がペロンって伸びるタイプですね。バック目、オジロマシラオ。あれ、雑魚キャラっぽいな。早速かぶったな、足のミラ。かぶりーかぶりーすだっけ。ミネタミノル、あー、ブドウ美味しいよね。かわいいね。霧島英二郎。ウルトラレア出た。緑谷いづく。あ、来た、主人公だよこれ。来たー、やったじゃん。これ君の好きな緑色ですしね。そう、緑だ。主人公来たね。緑だ。こう彼がね、成長していく様をね、書いてるんですよ、このアニメは。ほぉー、ゲー、スマッシュ。いいね。3パック目、このパック開けてて楽しいね。全てが新鮮でしょ。そう、もうこんなね。おお、面白い。雷電気。雷使いかな。もうみんな能力持ってるからね。もうあれだよ、もう、 その能力をね、個性と言ってるね、個性と。ジョジョやん、ジョジョ。全員能力を。ヤオロズモモ。モモちゃん。ジロー強化。耳から何入ってる。耳が伸びてんのか、これ。耳がね、イヤホンジャック。耳からイヤホンジャックが入ってる。ほんとだ。何それ。お、ジロー強化のレア版来た。レア版、同じ人ですね、これ。はい。緑谷いづくのスーパーレアバージョン出ました。あら、主人公スーレア来ました。スーレア、いいですね。主人公に使ってます。もう緑といったら永遠の2番手ですからね。まずどこぞのヤフーとか言ってきそうですね。それはルイジさんのことですね。はい。尊敬する人物誰ですかって聞かれたらルイジって答えますね。だってさ、いつでもマリオを裏からさせてあげてんだよ。ペッパーマリオだっけな、確か。そのゲームでマリオのオーバーオールを選択してあげてるシーンがあるんですよ。優しいね。そこにも感動しちゃってね。もうほんと任天堂もさすがにルイージをなんか崇めたのか、ルイージマンションというゲームを作り主役デビューをしたんですよ。おお、話が脱線しましたね。脱線しすぎや。はい、戻して4バック目。バック
曇っちゃったから、ヒュー。バラバラ。森林カムイ。あ、これもね、メインキャラクターですよ。かっけー、必殺技はいいよね。もう木の妖精みたいな感じですね。木の妖精。霧島英二郎。悪ガキ。オールマイト。あ、出ました。きたきた。このオールマイトがさ、強いんだよ。強いんだよ、キリ。でしかもこの痩せたオールマイトの姿はさ、ヒューマンキューブのさ、ツナさんみたいな。あ、ツナさんっぽいよね。やめろ。お、オジロマシラオのレアバージョン。ミエタミロルレアバージョン。あー、ラストか。ラストだ。楽しいね。もう開けてて楽しいかもしんないな、これは。これおかしいでしょ。ハガクレトールって、なんだこれ。あ、透明人間だ。いいね。すげえ。佐藤力人。佐藤さん、パワーファイターだね。全国によくいる人ですね。コーダコージ。口ですね。口ですね。これは甲殻類かな。硬そうだな。甲殻類。お、霧島エイジ。これよく出るね。スーパーレア、うららめお茶子。お、いいね。ギャル来ましたね。お茶子ちゃん。お茶子。お茶子。はい、というわけで今回はこの3枚がありました。特にこの緑谷くんは嬉しかったです。テロン、それではまた見てね。